若枝では葉にトゲが出る、ヒイラギズイナは、琉球列島と台湾に産する樹木。和名は、葉がヒイラギのような巨子を持っていることから付けられたが、西洋は、前縁である。常緑性の小高きで、高さは6から10メートルにもなることがある。若枝は淡い緑で、当初は、この毛がある。葉は五星し、角質で硬くて厚く、無毛。 洋平は8から1 5トル、洋心は東乱状長楕円型から楕円形、先端は尖るか、またはわずかに突き出して終わり、基部は次第に狭まる。成木では前円、つまり滑らかな曲線を描くが、若木では両側にはっきりと突き出し、先端が鋭く尖った巨子を4から6個ばかり出す。表面では中脈はわずかにくぼみ、裏面では、 側脈と共にはっきりと隆起している。側脈は5から7ついあり、先端の方は葉の先に向かって湾曲する。夏季は3から5月。葉液や枝先から多数の花をつけた、長さ3から5センチメートルの家計を出し、花は相乗過剰なす。花柄は3から5ミリメートル、狭い三角のツトがあり、外面にはほの毛がある。花筒はお安 花弁は5枚あり、白く、長さ2.5から3ミリメートルと小さな花。果ては、壺状で、長さ6から10ミリメートル。和名は随なに禁縁で、若葉に出ると毛がヒイラギに似ることから。ちなみに成り気になると、棘が次第に消えて、ついには前縁になる点も共通である。奄美大島、徳之島、沖縄島、石垣島。 霧表島と与那国島から知られ、台湾にも産する。森林内に生える。同族のものでは、ズイナが南日本に産するが、姿は全く異なる。葉の棘などはヒイラギに似るが、分布は重ならない。似た姿のものとしては、琉球列島には、アマミヒイラギ餅があるが、これは、アマミ大島特産で、分布は限られる。シナズイナの別名があるが、本種とは別の種を指すこともある。 以下、主として、佐竹ほか、P164、GKZ 植物辞典、シナズイナ、2019年7月7日閲覧、ズイナの種類、みんなの趣味の園芸、NHK 出版、2019年7月7日閲覧、ありがとうございます。